やっぱりもうあれのっこみっていうかあれ産卵終わってるね。やっしゃってね、やっしゃってるね。オッケー、大丈夫です。メジナが釣れることはいいことです。仕掛けがですね、針がグレーバリの6号ハリス2号を1ヒロ、浮きが00号ですね、誘導一応1ヒロぐらい取ってはあるんですけど、まあ、多分誘導、まあ、1ヒロしないぐらいで当たってくると思ってます。今仲間たちがさっき竿を出してるんですけど、浅い棚でメジナは釣れてるので、まずこれでやってみます。風がこう向かい風なので、もしかすると風の音がうるさいかもわかんないですけど、ちょっとご了承いただいて、餌取りは念仏台は見えてはいますけど、そんなに気にならないぐらいですかね。あそこだな。この辺ならいけるでしょう。ああ、まあ当たってるなあれで。いや、あ、まあまあサイズあるかもしれないね。えねえ、まあまあありますね。まあまあサイズアップした。サイズアップってか初めて釣ったんだけどサイズアップとかじゃないんだけど、うん、そう、初めて釣ったけど、とりあえず1匹目。うん、ありがとうございます。うん。確かにちょっと痩せてますね。これで、痩せてるからじゃ35ですね、これでね。だって痩せてるからなんかそんなにでかく見えないですね。当たってますね。そう、なんかね、もうちょい行くぐらいじゃないとちょっと乗せきれないかな。そう。話すんですよ。そう、行かないですね。集魚剤をまぶしたやつに変えて。コマセを、後打ち。メジナ見えてんだけどな。食え。サイズは上がらないですね。ゴム管スッて入った瞬間、フッて合わせたら取れました。あ、いいとこかかってんだこれで。はい、こんな感じです。多分30ぐらい。あ、そうですね、30ちょっとぐらいですね。当たる、だから当たることは当たりますよね。
あれは。よし、乗った。よし、乗った。オッケー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 。よしよし。35号ですね。6号ずっとやってます。もう6号で多分飲まれてるんでしょうね。じゃあ試しに引っかかるかどうか、こう血ぬばりの2号を使ってみますよ。どうなるかね。いろいろやった方が面白いじゃないですか。針を血ぬばりの2号に上げてみました。とこれでやってみます。あのひねりが入ってないストレートタイプのやつですね。ちっちゃいな。ほら。いや、違いますね。だけど、チヌバリ2号でも普通に食ってきますよ。ねえ。息止めを外して、やってみます。まあ、風も少し止んだので。この仕掛けでもやりやすいとは思うんですけどね。お、来たね、しーちゃん。あれ、サイズアップしたかな。サイズアップしたでしょ。でっかいじゃん。あ、いいっすよ、いいっすよ。サイズアップした、ほら。あるあるある。よっしゃ、オッケー。うわ。でも、でかいでかい、重いわ。あれどうしたの、急に。急に ?35 録ありますね。35ある。ありがとうございます。よっしゃー、おめでとうございます。まだ、あ、痩せてるか。でも重いけどね。あ、まだ腹に抱えてますよ、ほら。まだ抱えてます。腹太いもん。あ、これはいいか。うん、これいいですね。おー、いい、いいやつ、いいやつ。うん、いいやつです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そう、今日一美味しそうなやつ。うん。はい、針をグレバリの5号に落としました。そう、これでやってみます。チヌバリの2号とかじゃなかった。よっしゃ、見えた。よいしょ。グレバリ5号に落としたらやっぱ食いましたね。グレバリ5号ね。チヌバリじゃダメです。うん。
やっぱこのサイズなんだね。これで30ちょうどぐらい。で30ちょうど。ちょっとこれはリリースしますね。サイズアップ期待して。たまに餌残ってるのがちょっと厄介ですね。今浮きをこの用事で固定しています。これで様子見ましょう。あそこからしまった。あ、なんだこれ、なんか違う、なんか長細いです。ムロかな。ムロだ。でかいっすね。これがいるんだね。ムロアジなんですよね。これは今日はリリーします。いますね。ムロアジ、ハリーをグレパリンの6号にあげました。これでやってみましょう。メジナの活性はそんなに悪くないような気がするんですけど、むしろいい方だと思うんですけどね。ダメだ。今ね、あれなんですよ。もう向こう合わせなんですよ、今。今僕は合わせてないですよ。もうグググって乗ってきたんですよ、あれ。何あれ。あれ何がいるんだろう。なんかやっぱりすごいのいるような気がするわ。サイズアップしたかな。お、いいサイズだ。いいサイズでしょ。うん、慎重に慎重に。本当？あ、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズよ。お腹ないのこれ？お腹でしょ？お腹だよね。あ、お腹、お腹。お腹っすよこれ。あ、お腹。うん。いいじゃん。もありますね。あるあるある、綺麗なお腹。33歳。うん、あるね。ありますよね。うわ、あれです。太鼓もあるし、ほら、おっぽでっかい、ほら、こんな。よっしゃ、いったこれよ、今度さ。よし、いった。ああ、ダメだ、バレた。針外れてか、針がもう伸びてる。うん。水中機を使った仕掛けに変えました。当たり行きが0個、水中機が J3 っていう、こんなバランスの水中機仕掛けですね。針はグレーバリの6号、ハリス2号。あ、そんなに深くないと思うんで、水中機使うかどうかって迷ったんですけどね。風の影響も考慮して、一応試してみます。ああ、いるわ。手前にメジナがもう見え始めた。よし、これで当たればメジナですよ。入れ、うわー、浮いてきちゃう。
いや、そうでもないな。もう浮いてきちゃった。そう。まあまあですね。うん、出してます、出してます。ペコ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 、白子出してますよ。31とかです、これで。うん。やっぱ太鼓があるとなんかでかく見えますよね。よいしょ。だからもうなんか一回離して、なんか他のメジナがまたそれを食ってんのか、同じやつが食ってんのかわかんないですけど、うん。一回話してるのは間違いないですよ。同じ、グレバリ6号なんですけど、やや軸の細い、少し軽めのやつに変えました。見てくるな、かなり。もうこれで食えばメジナなんですけどね。間違いない、ね。ゆるゆる、よしよし。いけ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 。よし、行った。いや、小さいですね、やっぱね。ダメですね。ほんとまあまあかな。32、3かな。棚これで一広半ですよ。30あるなしぐらいかな、だけど。まあ30はあるか。30、32。32ですね。餌たまに残ってくるんですよね。ねえ。なんでだ。ちょっと一旦深くしてみるかな。メジナも見えてないし。よし、あと矢引き深くします。ハリス一広、誘導一広。二広に合わせてみますね。なんか餌取りも元気なくなりましたよ。あれ臨戦態勢入ってるもしかして。それは臨戦態勢じゃないの？お、乗った。乗ったよ。さすがね。しげちゃんどう？ちょっと棚深い？深い？ああ、またメジナ見え始めましたね。確かにちょっとメジナまた見え始めましたね。浅いのかな。はい、見えますね。出る。30あるなしぐらいですかね。これがやっぱり見えてるやつですね。
だから浮いてるのあんまでかくないですよね。もう手のひらぐらいですね。浮きを単体の浮きに変えました。0と005の間の浮力なんですけど、こんな感じで板なまりを張ってるんでですね、おそらく仕掛けが馴染むと同時ぐらいに沈んでいく、そんな設定になってると思います。あとはこのゴム管、ここ寄り戻しなんですけど、ハリス側と道糸側にこうやってゴム管をつけて、で棚がさらに浅くなったらこのゴム管にですねハリス浮きを装着して狙ってみたいと思います。浅いな。はい、針数機。そう、手前でもいることはいるんですけどね、サイズがやっぱりちょっとちっちゃいですよね。30ちょっとぐらい。上がんないよな。サイズアップしたかな。ダブルヒットしました。あ、本当だ。あ、お長の子だ。30なんかないよね。あ、30センチぐらい、30あるなしぐらい、30センチないぐらい。はい、お長めじな。ハリスはヤビキまで詰めました。ちょっとこれで様子見てみます。かなり浅いとこでできてるような気がする。よし、来た。浅いっす。もうむちゃむちゃ浅いっすね。ただやっぱりサイズ伸びないっすね、浅いと。サイズは小さい。このサイズは、このサイズが多いっすね。塩焼きサイズ。いや、こんな。
ダメだ。30ぐらいですね。だけど雨の中やってメジナが釣れてよかったよね。これで坊主だったらもう耐えられないよ。終了し、本当だ、でかいでかい。本当だよ。全然違うじゃん。だって今日釣れてたやつ。やりましたね。よかったよ。いいね、いい、美味しそう。写真撮りましょう。はい、OK。あ、はい、おめでとうございます。実際の何枚かリリースして、美味しそうなやつ持って帰りたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。